こんにちは、孤独のライダーでございます。どうもありがとうございます。皆さんに思い出の味っていうのありますか？まあ誰にでもあるよね、そんなのね。僕の思い出の味っていうのは、かつて盛岡の大通りにあった日光店っていうところのラーメンなんですよ。で今ね、あの店じまいしてなくなっちゃったんだな、本当に残念。あのここにあった、ここに、ここだよな、確かな、この右手にあったんだよ。この建物変わったわな、まあ、ここですよ。で週に3回ぐらい通ってましたね。先日岩手県の水沢というところで色の濃い醤油味の強いねラーメン食べてきたんですよ。銀町というお店でね。でそれが日光県を彷彿させるラーメンだったんですよ。ということで、もう懐かしさに拍車がかかりましたよ。でももう食べれない、お店はもうないですから。で今行く店にね、ますます期待がね膨らむわけ。まあ味はね当然同じものは作れないんですけどもね、まあ、その日光県で稼いでたおばちゃんだということでね、僕本当に週3回通ってましたよ。本当にあれはね、20歳のあたりだね、うん、そのあたりに週3回通って、その後にね、たまたま仕事で地域た与えられた地域がね担当外になった時に、その日光県さんのねご自宅も担当になったの。複雑に人々の思いが交錯する現代社会、日々の生活に疲弊する人々、本当の自分を求めてさまよい歩く、そんな時ふらりと寄った名もなき食堂が男の心に響く。男はただ庶民的な味に癒しを求め、日頃の嫌なことを忘れて飯に食らいつくのだ。男は今日も田舎の素朴な味を求めて店を探すのだ。それでね、ラーメン屋さんはね、ラーメン屋さんに、まあ、似つかわしくないって言えば失礼かもしれないですけど、この立派なマンションの1階にあるわけですよ。まさかだよね。ここなんでございますね。藤原屋さんっていうところ。これ、チャリンコどこに止めるかな。ここに止めるか。この店のおばちゃんのチャリンコだろうな。タオル。チャラダー、鼻から牛乳、まいったよ。まさかのね、財布忘れた事件ですよ。ちょうどお店の前に行ってね、お店の外観をいつもの通り撮ろうと思ったら財布ないのに気づいた。いやでも危なかったね。注文して食べた後気づいたらもうアウトだったよね。いやいやいや、ということでね、家に帰って財布取ってきました。で、さすがにまた行く気になんねえから、まあ今日はちょっと懐かしいグルメ食べたいということでね、懐かしいところ向かってました。あれ？え？改装してるよ。嘘。あ、ここじゃなかった。あっちだった。いやいやいや、参った。改装工事やってるかと思ったら。配送こっちだ、こっちここの食堂にね、若い時よく土日来てたの、でリクエストもねかなりいただいてましたよ。ということでね、ここに来ましたんでね、今から食べていきましょう。
どうも、やってきました、森食名物のジャンボ唐揚げでございます。さてアラフィフになった私はこの唐揚げを食べることができるのでしょうか。外はサクサク、中はジューシーなお味は健在です。20代前半のあの頃を思い出します。平日昼は近くの大森の食堂、土日はこちらでお世話になった日々を今考えるとよく食べれたものでございます。それだけ代謝が良かったのでしょうね。現在私はもう5キロは痩せようかと思っております。ある方法に挑んでおります。決して食べる量を節制するとか激しい運動をするとかじゃありません。5キロ痩せた暁には皆様にその方法をご披露いたしましょう。お金もかからないのでいいのではないでしょうか。しかし昔なじみの食堂に来るのはいいもんですよね。あの時の思い出がよみがえる、あの時抱いていた夢まで思い出しちゃったりする。なぜ私はあの時の夢を諦めちゃったのと後悔しながら思い出の味をかみしめる。少し甘酸っぱさがスパイスになるのでございます。幸いなことに私はこの YouTube の活動を通じてやりたくてもやらずに来たことを少しずつではありますが達成してきております。皆様に見ていただけるというのがモチベーションアップに貢献しているのです。若い時には時間がたっぷりとあるという思いから後回しにしていたこともこの年になると今やらないともうできなくなるなという思いが強いのです。間もなくしたら紅葉の列車旅をしようかと考えております。アラフィフらしく渋い仕上がりの動画にまとめようかというところでございます。20代の頃の列車旅はどうだったんだろうということを現代の技術を使って表現してみたいと思います。おっさん YouTuber らしく少しダサいんだけどどこか懐かしいものを精一杯表現する覚悟でございます。俺まだ食べれんだな。